はい、皆さんこんにちは、ベートーベン美希です。8小節の練習曲チャレンジプロジェクト、今日は111番です。はい、111番はね、あのオクターブの3連符の曲なんですね。それで3連符の罠に気をつけてというタイトルにしたんですけれども、それは、ですね、3連符の曲ってタタタタタタって最初にアクセントつけてね、練習すると思うんだけど、そうすると音楽がとっても平面的で聞く人の耳を引きつけられない。なので、3連符の弾き方は気をつけてくださいということなんですけれども、いつも私が言っている同じ方向の音が終わるまで弾き切る、もう皆さん耳にタコができてると思うんですけれども、もうこれすごい原則ですよね。最初の音がね、タタララララって、ちょっとここに書いたんだけど、最初ね、ここのこの3つが3連符なのね、実はね。だから、ミドレミファミって書いてあるんだけど、でもそうやって弾いちゃうともうすごい平面的で、でしかもやっぱりテクニック的にも難しい。なんでかっていうと、降りたり上がったり降りたり上がったり、これ A フラットメジャーだから黒鍵も白鍵もいっぱいあるしね。でなのでいつも言っている同じ方向の音、ドレミファまで弾き切って、降りて降りてまた新しくシドレミってこう音のね、方向で弾き切る。そうすると2小節目の2拍目から、1拍目の裏からすごい長い、加工の音型がここにあって、そして一瞬トコトコと上がって A フラットメジャーのトニック1の1を主音に解決しますっていうことが起こってます、ね、そしてまた次、長い加工の音があって、次シークエンスタラリタララっていうのがあるんだけど、オクターブなのでね、まず親指だけね、親指だけ、タラ、最初の一番最初のミーフラットは弾かないで ね、ここまで弾き切る。で降りて降りてね、この練習ね、和声的にもすごい理にかなっていて、なぜかというと、最初ね、最初のコードこれわかる？ F7 でしょ？セブンスコード、ドミナントセブンス覚えてる？ F7 はドミナントセブンスだ、これ5なのね。そうするとファーシーって1に解決してるでしょ、これね。そしてだからタラリラって上がって降りて降りてってこう内に戻ってくる、すごい緊張と緩和みたいな感じで、次も今度タリララ、ここにもセブンスがあるでしょ、ドミナントセブンス1ね。でこれはもうあの、これ厳密に言うと B フラットマイナーは A フラットメジャーの2番目の音なんだけど、ちょっとその話はね今更聞けないコードのからくりでまだしてないので、ダイアトニックコードだけ見ていくと、これ A フラットメジャーの1の和音でしょ、ね、そして2の和音、それからここにトニック、あのドミナントがあって、でドミナントセブンスがあって1に行ってる、ね、だから和声的にもあのすごく自然に弾ける、はい、それで2小節目ね、2小節目、これね、ね、次 B フラットマイナー、 E フラットメジャー、ドミナント。だからこれ、ね、ここまで一気に弾くでしょ。で上がって上がって上がって、でここで解決するから、ここは緊張というか、音楽が先にどんどん先に行って、でリラックスして家に帰ってきて、そしてまた、ね、次のドミナントに行きます、ね、そして次もミファレドミドな
んだけど、ファレドミドシレシラドラソで、だから、モチーフの終わりになるね、これが終わりの音、たたた終わり、たた終わりっていう感じでね。そうすると音楽にこう躍動感が出てきます。で、4小節目ね、ここね、 E フラットメジャーのこれドミナントの音、これね、これ 今までこう割と威勢よく、上がったり降りたりしてたんだけど、これ 2、3歩歩いてまた 2、3 歩戻ってくる、あんまり動いてないですよねここね。だから、ブリッジっていうか静かに ね次の、B パー次の部分に行きますね。いよいよ何かが始まったっていう感じ。これはドミナント1、そしてそれからまた5、感じでね。そうすると7小節目にまた、今すごい長いね、長い加工があったよね、ここね、7小節目の一拍の目の裏見てみて、次ここでしょ、そして次ここまでなのね。ここまでで、しかもまだ解決してないから、この音が解決の音、同じ方向の音を弾き切る練習、はい、それでは1回弾いてみたいと思います。感じでね、はい、今日は以上です。このシリーズではレッスンで私がいつも話していることや、練習して効果があった練習方法などをシェアしています。よろしければチャンネル登録していただいて一緒に練習しましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。じゃあまたね。